ホセ・コスメイレア、ホセ・デ・ウレア、1797年3月19日から1849年8月1日は、19世紀のメキシコ共和国の将軍、ホセ・ウレアは、テキサス革命中に、アントニオ・ロッペス・デ・サンタ、アナ将軍の下で戦い、ウレアの軍は戦闘中一度も負けなかった。最も著しい成功は、 ジェームス・ファニンロおよそ400名の兵士が包囲され、条件のもとに降伏を促されたが、ウレアのいない時に虐殺されてしまった事件、ゴリアドの虐殺が挙げられる。ウレアは、現在のアリゾナ州通村に生まれたが、彼の家族は遥か南のメキシコのドゥランゴ州出身であった。1807年、ウレアは12歳で、スペイン軍に入った。1824年には大位まで昇格したが、 彼は軍を辞任し民間人となった。1829年、彼は軍に再び参加したが、勝利としてデュランゴの街を解放するのを助け、彼自身はアントニオ・ロペスでサンタ・アナと連携した。彼の行動によってウレアは大佐に昇進し、1835年、彼は気乗りがしないまま、サンタ・アナの軍によるメキシコのサカテカス州への攻撃に参加した。その州は、 サンタアナの権力に表立って反乱をしていた。ウレアはこの時の手柄から順庄に昇格した。メキシコ領テキサスもまた、サンタアナの連邦政府に対して反乱した時、ウレアは入植者の反乱を沈めるために派遣された。彼はサンパトリジオの戦い、レフュジオの戦い、ゴリアドとこれとの戦いで、テキサス軍を打ち負かした。これらの最後には、ゴリアドの虐殺としても知られる降伏した。 テキサス人の虐殺も含まれる。しかし、捕虜の処刑は、ウレアの選択ではなく、サンタアナ将軍による命令であった。ウレアの一連の勝利のため、サンタアナは、テキサスに泊まり、個人的に反乱するテキサス政府を片付けることに決めた。サンジャシントでのサンタアナの軍隊の敗北は、テキサスの力のすべてのメキシコ軍部隊の撤退命令をもたらした。ウレアは憤慨し、 ビセンテ・フィリソラの軍との合流を望んだが、しかしサンターナの命令に応じる以外になかった。1837年、ウレアはサンターナに反旗を翻し、1838年のマサトランの戦いで交戦したが、クーデターは失敗し、彼は逮捕され拘置されることになった。少しの間、彼はメキシコのフランス軍による侵略で軍歴を復活させたが、またすぐに失敗した。 米北戦争では、ウレアは一騎馬隊を率いた。戦後すぐに、これらで死亡した。ありがとうございます。